まあ、やっていただくとあのラジオの放送で今どんなの流れてるのかが聞こえますね。聞かなくてもいい。聞いたら緊張するし。緊張する。あ、でも聞こえる。だから緊張。どっちもいいですよ。やらなくても大丈夫です。結構大きな声ででも喋っていただきたいのでお願いします。わかりました。そのままで。もうちょっと聞こえる。あ、みたいな。あ、大丈夫。大丈夫。これぐらい。なしがいい。なしがいい。緊張するの。聞こえたな。なほうがいい。じゃあみんななしにする。いや、私は余計緊張するから。あと1分ですね。は午後4時を回りました。この時間は健康情報番組いきいきライフをお届けします。この番組は心も体も健康で元気な生活が送れるよう、健康や福祉に関する情報を発信していくことを目的としております。お相手は FM 宜野湾の神田珠希です。この番組では健康や福祉に関する疑問・質問・ご意見などメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM 宜野湾ではユーストリームやツイキャス、サイマルラジオでネット配信も行っております。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートよろしくお願いします。サイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聴くことができます。 FM 宜野湾のホームページや無料アプリリッスンラジオで聞いてください。それでは早速宜野湾市からの情報をお届けします。FM 宜野湾から健康情報番組いきいきライフをお届けしております。司法宜野湾健康福祉だよりからお知らせを一つしたいと思います。インフルエンザ予防接種が始まっております。インフルエンザは感染力が強く、短期間に子どもから高齢者まで感染が広がってしまいます。本格的な流行シーズンを迎える前に体調を整え、早めに予防接種を受けられるよう心がけましょう。なお、65歳以上の方には接種費用を一部助成しています。
女性対象者の方へは準備ができ次第通知書を発送予定です。女性対象の方は満65歳以上の方です。女性の期間は平成29年2月28日火曜日までとなっております。また60歳以上65歳未満の方であって心臓などに重い障害がある方も女性対象となる場合があります。かかりつけのお医者さんへご相談ください。予防接種を受けてもインフルエンザにかかってしまうこともあります。効果的に予防するために日頃から手洗い、うがいを心がけインフルエンザにかかるのを防ぎましょう。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお電話ください。以上、宜野湾市報から情報をお届けしました。続いて CM を挟んで早速ゲストコーナーに移っていきたいと思います。もう大丈夫です。もう次から喋るんで大丈夫です。時刻は午後4時5分を回っております。この時間は FM 宜野湾から健康情報番組生き生きライフをお届けしております。続いてはゲストコーナーです。本日も健康に携わる素敵なゲストをお迎えしております。皆さんの自己紹介よろしくお願いします。こんにちは、宜野湾市の食生活改善推進員の会長させていただいてます岸本と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。副会長をしてます伊佐美恵子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊佐さんですね。そして最後に、はい、はい、会計をさせていただいてます久保田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は宜野湾市食生活改善推進協議会の岸本さん、伊佐さん、久保田さんをお迎えしてお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段皆さんは食会さんとか萌木さんとかなんかねちょっとヘルスメイトさんとかそうそうお伺いして最初私もどのような方々なんでしょうと思っていたんですけれども早速皆さんの、まあ、簡単な紹介といいますかよろしくお願いします。はい、はい、宜野湾市の食生活改善推進委員と言っていまして、はい、全国組織であるんですけれども、はいはい、宜野湾市は平成14年に、うん、11月から、12回コースで、はい、一応60時間のもう本当に普通の主婦が栄養講座を受講しまして、はいはいはい、それを修了して食を通して健康づくりを推進していこうと、はい、発足したのが食生活改善推進です。はい、略して、はい、食会って言ってます。食会ですね、はい、食生活の食と改善の会で、はい、食会さんと言われているそうなんですけれども、はい、ありがとうございます。60時間もの栄養講座を受けられたということで、もう栄養に関することとか食材に関することのちょっとねプロフェッショナルな勉強するときはわかりますけどね、常に勉強です。はい、ありがとうございます。
では続いて今のお話の中にちょっとあったんですけど、平成14年から講習を受けられて平成15年の4月から、発足しているということなんですけれども、このなんでしょう、どのような思いを込めて宜野湾市での食会さんの活動というのが始まったんでしょうか。一応沖縄県はすごく油が、はい、全国1位ということもありまして、揚げ物とかね、はい、好きですよね。そうですね。で自分たちのスローガンが、はい、私たちの健康は私たちの手でということで、はい、まず自分から自分の身の回りから、はい、地域から家庭からということでスローガンを掲げてやってます、うん、で本当に健康って言っても、はい、皆さん普通にお食事はしてますけども、うん、なかなかそこまで健康を意識してっていうのは多分してるんでしょうけど、うん、作るときは忘れてしまいますので、そうですね、それを本当に日々、はい、気にして、うん、食事を作っていくっていうことで、はい、発足をしました。沖縄県がやっぱり健康になる、はあ、その前にまず自分たちが、うん、で自分の家族が健康になるっていうのが、うんうんあります。で今、私は3期生ですけど、はいはいはい、今1期生から6期生まで、はい、7期生まで一応、はい、受講して、はいはいはい、今頑張ってます。なるほど。この今皆さんお揃いの T シャツを着てらっしゃるんですけど、はい、この全国の食会さんの T シャツ、公式の T シャツということで、そこの胸のところに、はい、私たちの健康は私たちの手で、はいね、スローガンがあってとってもかっこいいですよね。もうなんか毎日健康について考えようとか、 なんか、ね、ヘルシーに過ごそうと思うんですけど、うん、なかなかいろんな情報を集めても、うん、なんですかね、この食生活とか自分の生活に取り入れることが難しいので、実行が難しいですね。そこをちょっと即してもらいたい。これは全国なんですけど、はい、その前に宜野湾市は独自で、はいはい、ユニフォームを作りまして、うん、で今つけてるポロシャツが、はいはい、ポロシャツです。ポロシャツです。全国 の、はい、T シャツは結構濃い色のピンクなんですけど、宜野湾市の独自のポロシャツが薄いピンク色ということで、はいはいはい、この肩のところにね、はい、萌え木の会と、はい、宜野湾市の食会の萌え木の会って言います、はいはい、萌え木の宜野湾市の食会さんは萌え木の会という、ねはい、名前がついてそうなんですけど、はい、この萌え木の会ってどのようなこう意味があるんですかね。一応萌え木の会と書いて、はい、これに当てはめたんですけど、はい、萌え木の萌は、はい、わかめが萌えいずるの萌える、燃える。で、A はみんなこのメンバーが笑顔で、笑顔で、で宜野湾市民のために、宜野湾市民のために脳が生き生きと食会活動を会で頑張ろうということで、うん、合言葉で、はいはいはい、やってます。なるほど、ありがとうございます。もう深い意味が、ね、込められてるんですね、萌え木の会という名前、ね、はい。ではちょっとこの、まあ、全体的なことをお伺いしたんですけど、主な活動内容ですとか、まあ、最近行われたイベントですとか、そういったものはありますかね。ですね、県の委託事業として、はい、男性のための料理教室、これが年に2回、4回コースあります。男性のための料理教室、はい、そしてヘルスメイトがつなぐ、はい、パートナーシップ事業、はい、これはですね、会員各自が、はいはいはい、家庭訪問をして20名ぐらいの方のお家に伺って、はい、うん、塩分チェックをする、あ、普段作られてる料理の、はい、ちょっと塩分を測るということですね。薄味か濃い味かをチェックして、うん、濃い時はちょっと、薄味にしましょうねとか、うん、そういったなるほど授業があります。なんか普段は塩分を抑えようと思っててもいろんなものに含まれてるから、本当にこのお塩を使う量を減らそうと思っても全体的な塩分は減ってなかったりしますよね。そうそうそう、お味噌の中に入ってたりとか、うん、そういったものをちょっとチェックしていただけるってことです、はい、チェックして自分で気づかないんですよね。それで、はい、チェックしたら、あ、ちょっと多いねとか、ちょっと濃いねとか醤油かけてるねとかね、そういったのがあります。あ、なるほど。あとですね、はい、独自の事業として、うん、食育キャンペーン、はい、はい、最初はですね、はいはいはい、市役所のロビーでやってたんですけど、うん、はい、食育キャンペーンですね、はい、あと平成22年より大山三栄で、うん、あ、
なるほど。やるようになって、なんか展示とかですかね。はい。あ、試食。試食も展示も両方ですね。へえ、はい、なるほど。そして25年より、あの三重コンベンションシティでやるようになりました。いっぱい来ますからね、お客さんね。そうですね。それとですね、あと子育てママの料理教室。はい、おあと男性料理サークルとして、はいはいはい、あサークルがあります、うん、男性料理教室を卒業した方が、自発的にサークルを立ち上げて月に1回、なるほど、やってます。そう、私も先ほどちょっと資料をいただいて、その男性の料理サークルでどのようなものを作られているのかってちょっと見させていただいたんですけど、4月はタケノコご飯ね作ったりとか、まあ、その男性の料理サークルの中の会員さんが、まあ、主食であったり主菜であったりの中から、まあ、どのようなものを作りたいかっていうことを選んで、それに合わせて、まあ、副菜だとか汁物とかそういったものを栄養士さんが、組み立ててくれるということで、すっごいためになりますね。私もちょっと行きたい。ぜひ参加してください。男性に紛れてちょっと行きたいなとちょっと思いました。あともう一つですね、はいはい、畑を活用して子どもの食育っていうのがあります。はいはいはい、ね、この活動もとても面白そうですね。そうですね、今無認可の保育園を募集してます。はい、じゃあすいません、はい、これもよかった。そうですね、あの今畑を活用したあの子どもの食育っていうんですか、はいはいはい、それがあのじゃがいも作りをするんですけど、はい、毎年あの1回ですね、はい、じゃがいも作り、あの無認可の保育園を募集しまして、はい、そうですね、今年でも10回目ですね。はい、これからあの土を、はいはい、あの耕したり土作りをして、それからあのもう少し経ったらあの地ならしして、あの植え付けを子どもたちも呼んでするんですけど、なるほど、保育園生と一緒に植え付けをして、はいはい、すごい、今年はジャガイモを、毎年ジャガイモを作って、毎年ジャガイモを作ってますね。そのまた他に、はいはい、あの野菜を、種まきしたり、ですね、もう沖縄はこのあったかいので、はい、冬でもちょっと野菜とか育てられるっていうのが結構いいなと思って、一応季節ごとに、あの萌木菜園って言いまして、はい、あのちょっとちっちゃい畑ですけど、ありますので、そこであの育てた野菜でまた、あのじゃがいもパーティーをするんですよね。いいですね、楽しそうですね。私もちょっとあの司法の方見てましたら、ちょっと情報がありまして、畑を活用した子ども食育ということで、あの保健相談センター、宜野湾市の保健相談センターの敷地の中にある萌木菜園の中で、じゃがいもを今年の11月に植えて、来年の3月に収穫をするということで、そういったなんかプログラムがあるそうなんですけれども、調理実習とか、まあ、その植え付け収穫調理実習を通して食の楽しさとか命の大切さとか食べ物の大切さとか、そういったものを、まあ、なんか養っていこうというようなプログラムになってますね。楽しそう。ぜひぜひ、11月の初め植え付けの時とか、取材に行かせていただきたいなと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとあの活動の紹介などいろいろしていただきました。他になんか最近あった活動だとか今後ある活動などありますかね。あ、そうですね、最近は男性料理教室が先日終わったばっかりなんですけど、はい、男性料理教室6月頃に1クール目があって、9月の最終の金曜日に、はい、あの 2クール目が始まったんですよ。なるほど、はいはい、一応1クール4回、はい、2クール目も4回で、終了するんですけどね。週に1回、いや、そうですね、週に1回、大体そういう風に感覚はなってますね。年2回が男性料理教室あります、いいですね。なんか
どのようなものを作ったりとか、まあ、初心者向けとかですかね、はい、そうですね、大体もう初心者向けで朝食のメニューだったり、あ、なるほど、あと夕食、お昼のメニューだったり、で最後は皆さんが作りたい料理を募集して、はいはい、その、 あの中から多い順に、うん、であの各グループで普通は、うん、あの全部自分たちで作るんですけど、はい、最終はあの大体2品ずつ各テーブルで作ってもらって、はい、それを全部バイキング方式にして、あ、いいですね、うん、いただきますじゃあ皆さんもちょっとお手伝いをされた、はい、そうですね、そうですね、はい、やっぱ上達どんどんしていきますよね、きっと、はい、男性の、うんうん、とっても喜ばれますねで今までは最初の頃はですね、はい、あの募集しても、うん、なかなか人が集まらなくて、あ、そうなんですね、知り合いに声かけたりとか、うん、まだまだあの食会の認知がなくて厳しかったんですけど、うん、もう本当に今は司法を見たり、はいはいはい、であのホームページ見たり、うん、それぞれが情報を持って、はい、であのこの前終わったあの男性料理でも、うん、一番上が84歳、わー、すごいですね、あの男性台所に入るべからずの年代から、うん、一応30代までいたんですね、うん、だから本当にあの年齢層も、うん、で募集内容もすごく今は皆さんが関心を持っていただいて、うん、はい、すごく楽しい料理教室です。であのもう本当に包丁の持ち方わからない方が、うん、あの終了する頃にはちゃんと切れる、うん、でいいですね。であの、はい、今回 の、 あの中で毎回あの感想を取るんですけど、はいはいはい、アンケート、その中であの夫婦の会話が増えたっていう、うんうん、あの、うん、今までは作ってもらっても、はいはい、食べる時も美味しいも何も無反応だったのが、はい、あの料理教室通うようになって、うん、美味しい、これはどんなして作るのって、この会話が夫婦でできたっていう感想もあって、うん、いいですね、とてもいいなと思いました。皆さん の、 あの旦那さんとかあの息子さんとかがそうやって習ってきて作ってあげるよって言われたらとっても嬉しいです。嬉しいですね。でもまだお家ではないですぜひもう誘って行ってきてって言ってなるほど、ありがとうございます。なんかまた他に今後ある活動とかありますかね、紹介していただきたいなと思いますけど、これからなんですけども、はい、あの先ほどの国 の、 あの委託事業と県の委託事業、うんうん、それと独自の委託事業があるんですけども、はい、あの私たちのこの12月11月12月の活動でですね、はいはいはい、またあの司法にも今載せていただいてるんですけど、うん、食育活動プロモーション事業ということで、はい、あのこれからは本当に若い世代に、うん、あの自分で料理を作ってその、 あの栄養も考えながら食べていただきたい、それを広げていきたいということで、はい、一応40代までってなってるんですよ、はいはい、あの募集上、うん、要項がね、一応40代なので49歳まで大丈夫ですので若者だぜっつって大丈夫ですね、はい、であの食育で健康づくりということで、はい、11月12日の土曜日に行います、うんうん、でぜひまたあの皆さんあの参加していただいて、はい、一緒にお料理を作って、うん、自分の健康をまた見直していただきたいなというのと、はい、あともう一つさっきあの国の授業で、前はあの、つなぐっていうことになってたんですが、はいはいはい、今年から生活習慣予防のための減塩推進スキルアップ事業ってちょっと名称変わったんですけど、はいはい、減塩、はい、減塩ですね、はい、つなぐっていうことで若い人からお年寄りまで、うん、みんなで食事に気をつけて手をつなぎ合って健康になっていこうという事業なんですけども、はい、それが、12月の2日の金曜日と、うんうんうん、12月10日の土曜日に保健センターでやります、はい、でこれも今年からあの若い世代、高校生から働き盛りの世代と、うん、あと40代からもう高齢までの、はい、あの2つの年齢に分かれるんですけど、はい、今回宜野湾市はあの壮年高齢世代ということで40代から、うんうん、70代まで一応募集してます、はい、でその中で生活習慣病の減塩チェックとか、うん、肥満予防の食事管理とか、うん、そういう勉強をしながらそれぞれ調理実習を2週やりますので、あのたくさんのご応募お待ちしてますので、うん、ぜひあの申し込んでください、はい、よろしくお願いします。お願いします。いや今ね結構あのちょっと急ぎ足で呼んでもらったんですけれども、まあ、詳しいお問い合わせはあの保健相談センターの方にお電話していただいたらまたいいかなと思うので、それと保健相談センターのお電話番号を申し上げますと、898-5583ですね、098-898-5583
0583が保健相談センターの電話番号となっておりますので、ちょっと今興味があったものとかイベントとかがありましたら、ぜひそちらに一度お問い合わせしていただきたいなと思います。いや、いろいろお話しさせていただいてありがとうございました。ありがとうございます。では最後に一緒にチラガンジュ体操の方と、はい、踊っていきたいと思います。リスナーさんもぜひ一緒に踊ってください。拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。繰り返します。ちょっと待ってのポーズ。でもちょっと待って、メタボリック、体をひねります。リズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、繰り返します。膝タッチ4回、歩いていくのは難儀だから、マイカー使っていきましょう。ちょっと待ってのポーズ。でもちょっと待って、メタボリック気をつけて、体をひねります。リズムを取ります。右から万歳、右から下ろして横下ろします。左手から万歳、左から下ろして横下ろします。膝肩×、足踏み、ストレッチ、猫ぎ、そして筋肉つけよう、ピントラで、もっと体を柔らかくストレッチ、そして筋肉つけよう、筋トレで、これが東島健康技能安心。という間にエンディングの時間です。今日はもう皆さんと一緒に楽しく踊れまして、もう皆さん全部覚えてらっしゃいますからキレキレの動きで、私もちょっともうちょっと練習しようかなと、練習したいなと思います。本日はですね、宜野湾市食生活改善推進協議会の会長岸本さん、副会長伊佐さん、そして初期会計の久保田さんをお迎えしてお届けしました。また来週同じ時間にお耳にかかりましょう。それではさようなら。遠い遠い未来のことを